おはらー、たこくんです。エレです。ゆめちゃんです。イエーイ、せーい。ということで、今回の企画はメンバーの私物を狙え私物クレーンゲーム対決。おはよー。はい、今回ですね、私が事前に、私物を持ってきてっていうふうにお伝えしてたんですけれども、この私物をクレーンゲームの中に入れて紙を取るんですけど、はい、1回ずつ回していくんですよ。ああ、ローテーションね、はい、で最終的に一番私物をたくさんゲットできた人の勝ちです。いや、私の狙いはスイッチやな。やめろって俺の狙いはスイッチやな。やめてよ、怖い怖い、やだ、絶対やめて。はい、じゃあ早速プレイしていきますか。はい、じゃあ行きます。はい、まあ、一番取りやすそうなところから行きたいので、私、はいはいはい、でもこれどんぐらい開くかがさ、わからへんからさ、これまさかゆめちゃんさ、仕組んでないよね。そんなのはないよ。場所を取る場所も分かってたりしないよね。自分で置いてよね。しないしない。大丈夫。一応言うと、ゆめちゃんこの企画のために俺と練習しに行ってるから、クレーンゲーム。あ、このために行ってたの？スウェーデン。ちょっと難しいかもしれん。よし。結構難しい。頑張れ。はい。もうね、いっぱいあるわ、そこら辺は。しかもイネリちゃん上手いもんな、UFO キャッチャー。やばいですよね。これどうやって、あ、いや、どうかな。いけるいける、よし、大丈夫や。輪っかには入ってないぞ。すごい、やったー、すごい。最初にすいません、このね、分かるかっていいものを、はい、じゃーん。タコくんの私物、新品の方。タコくんの人品の靴、売らせていただきます。お前売る目的やん。あ、横も見ないでいくスタイルなんや。クレーンゲームは感覚です。クレーンゲームの達人が言ってますから。うん、感覚でいきます。でもね、タコくんいっぱいやってるから。うん、やばいやばい、大丈夫。これ、さっきのエニアリの感じで髪の下に入れば。惜しい。悲しいんだけど。一番かっこいいパターンやったと思ったのにな。職人か。職人の目やばい。よし。はい、ダメでした。でもアームが強い。アームが強いんだよ。ゆっくりさ、ガーって言ったらさ、絶対取れたけどさ、ガンっていくから。ガンって。ガン！やめてやめて！ガン！え、何？やめてよ！どこで争ってんねん！よし、次は俺の番やな。いくぜ！どこで争ってんねん！いくよ！妨害しろ、妨害！妨害してやる！よしよしよし。そこで暴れてるんばり、おもろい！いけ！ちょっと、めっちゃきついわ！めちゃくちゃきついわ、足が！きつかった？ねえ、待って待って待って。惜しい。あ、でもいけるんじゃない、この、こいつだ。そこでバッて髪一回集めへん、もうちょい集めるか、もうちょい密集させよう。はい、これはもうどこを狙ったらいいのかが分からへんな。あれ、行くかな。やっぱタグに囚われきれい。いや、マジでタグに囚われちゃいかんから。そう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 、お願いします。取れないことを祈ります。待って、タグ来てんじゃん。どこ？これむずい。結構むずい。よかった、ゆめちゃんセンスなくて。わっ、やったいくよ。やめろって。せーの、じゃん、回収。私の時回収いたします。ありがとうございます。マジか。もうこれでゆめちゃんの私物で欲しいもんなくなった。私もちょっと嫌かもしれない。ありがとうございます。いや、ちょっと狙うわ。狙うって言っても、おお、いいんじゃない？なんなら輪っか入りそうやで、右。本当？うん。3つ行きたいな。2つでもいいから、2つ。なんか良さそうやで。2つでもいいから、星。行くなよ。お願い、2つでもいいから。星2つって何やねん。星2つ。お願い、2つ、2つでもいいから取りたい。うわごめんね、二人とも。すごい、そんな取れ方
ーの、どどん、ゆめちゃんの漫画。イエイ。普通に AI からの待って、20分やって取れた3つ一回、もう一回さ、ここであれやっときます。集めタイム、集めタイム。こんなんさ、もうヘルプ入った時点でさ、もうみんなも取れるんじゃない。見たあったんでしょ。それを言っただけそれを言っただけですよ。そうだよ、一回目隠してやってみようよいやでもこれは行って右入るんじゃない。これいけるんじゃない。実はタグ狙ってるからおかえりポーチ可愛くねえ。だってこれほらワンポイントでさペコーンなってるやん。これめっちゃ怖い。やろ、絶対ダメ。絶対いける。やばい。じゃあちょっと俺が初めて横見るわ。お、どうですか。ちょっと前すぎじゃない。これ降りるときに若干こうなる。そこも加味した上でのこれやから。お、あ、これいったわ。やばー、綺麗綺麗。かっけー。しゃーパン。エニアリの思い出のネックレス。うそー。はい、こちらが、ヨッチさんとの思い出のアクセサリーです、ね、これね、ハートとハートのペンダントにつながるの。一回ハートとハートつなげた瞬間壊れてたもんねだから違うのに変えた。チェーンだけね。チェーンだからこうやってネックレスあんじゃん。あのネックレスごめんなさい。ほんまや。こっちがやばい。あれ手前出さないとダメだね。うん。わお。はい、ここで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 、はいはいはい、ここで。ヘルメヘルメタイム。タイムやんけそれやり始めたらお前めっちゃ都合よくしそうやんけ。難しいやん。ということでね、私がねやりやすいようにしてやったんで、ね、だって好きです。いや秒数なんやそこ。めっちゃおもろいいけるんちゃう。遅すぎたんちゃう。そんなことないんだよ。遅すぎたんちゃうこれ。あ、あ、でもあ、これは遅すぎて。いや、どこで撮れてんの。あえー、そういうパターンあるんや。悪かったね、お姉さん。お姉さん取れなかったよ。横一列にしてたのにな。喉が吐きそうやわ。行きますか。これは行ったんじゃん。手前すぎ。いや真ん中すぎじゃない。いやいやいや、分からんで。真ん中なんだよ。誰か取れるかもしれない。あ、確かに。頼むよ、この2つ重なってる。うわー、出た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 。なんだなんだ。マジかー。よっしゃー。やだー。よーい、取れたー。こちらで、ちょっと待って。いらねー。ゆめちゃんの洋服よかったじゃん。これは着ないとダメだよ。服伸びてもしゃあないよな、俺のもんやから。最悪、ちょっと回収したじゃあタコくんがね、私の私物の洋服に着替えたみたいなんで、どうぞ。あ、意外、ぴったりよ。ララ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 ラ。マジか、全然サイズ大きいなるってこれ意外。再開しようか。あ、行ったんちゃうこれ。誰か取れてほしい。これは一番右のやつ行くんちゃう。ほら来たー。せーの、じゃん。やっやった。
ったって何？なんで取られてさ、喜んでる。しかも、サクロじゃなくて、イカな。これ、あの、関係ないから。で、構えが。これでいけるんですよ。まあ、もう何でも取れたら楽しいもんな、うん、UFO キャッチャー。これ2個取れしたエニエリちゃん勝ちやで。勝ちかな。お願い、来て来て、お願い。大事なネックレスと、うん、この服と、はい、カバン3つ取ってる。私はこの巨大イカとチェキの2個です。あーすごい。なんとですね、私はこちらのスイッチと、この本と靴と帽子で4つ取りました。そして私の勝利ですね、これは。もうエニャリ劇場やったよ最後。勝手にさ置いてさ、勝手に2つ取ってさ。はい、ということでこの動画が面白いなって思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。他にも楽しい動画たくさんありますので、ぜひ見てみてください。せーの、待ってるよー。